そしてその兵士の術と将軍の術をその経営に落とし込んで、その知ることの大切さ、また知らないとどうなるかっていうところですね、そのあたりが非常に経営者としてですね、まあ、非常に先生に聞きたいところです。経営規模の大中小で社長の役割がガラッと変わるわけ、はい、で大体10人までと30人までと100人までと300人、1000人とこういうふうに単位ごとに社長の役目が一つ一つ変わっていく、はい、ところがその社長の役目っていうのは詳しく説明してる人がいないから、はい、戦略と戦術の区別がつかないとその社長の役目が分からなくなる、はいはい、そうすると本来社長の役目なのに、はい、従業員の役目と思ってしまう、はい、それが悲劇の始まりということが分かったわけね、はい、それで戦略と戦術の区別がきちっとつくと、はい、あ、自分が何をせないかんと、はい、これは従業員の役目というのがパシッと分かるから、うん、その非常に切れ味がいい職場ができる。ところがね、はい、その社長の役目が分からないもんだから、はい、そうするとその攻めてしまうわけです。本当は社長がやるべきなのに従業員がやるべきだと思って文句を言う、はい、あと従業員はこれは社長の役目じゃないですかというのに社長から怒られると、はい、うまくいかない、はい、で特にあの社長の守備範囲というのは広いんですよ、うん、で社長の守備範囲が広いのに社長の役目がその狂えば、はい、もう結果はガタガタよね、はい、だから内部で人間関係が悪いとかね、はい、それから A 部長と B 部長の仲が悪いとか、はい、まあ、後継者とまあ、ね、その次の幹部の仲が悪いとかいうのは全部そこの整理がされてないんです。ごちゃごちゃになってるの。でこの仕事はあれがやるべきだと、はい、向こうの人はお前がやるべきだと、お互いこうね、そうそうそう、でこれを整理すると大体そういった揉め事っていうかね、はい、まあそのうまくいかない原因の7割から8割は片付きます、はいはい、そうするとだいぶ楽になる。本業に集中できるわけですね。集中できるから、そう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 。その武田社長の著書のプロ社長には、うん、会社経営の 98% は社長一人の実力で決まると大きく書かれてますが、そのあたり非常にその社長の役目っていうのは重要だということを常日頃から訴えられてます、うんうん、将軍が馬鹿将軍なら戦うたびに負けてやがて部隊は全滅と、はい、社長が競争相手の社長よりも実力が低かったら、はい、これ経営するために負けるからやがて赤字で倒産、はい、分かりきっとる、はい、ところが社長になると正面からあなたの実力は低いからちょっと勉強しなさいとかね、なかなかちょっとあなたは勉強足りんのじゃないかっていう人はいないんですよ。そうですね、はい、それから、従業員がまあ30人おればね、はい、従業員同士を比較すると、うん、あれはよう頑張って、これはあんまり頑張らん、これはまあその次とか、あの従業員が30人おれば比較できるでしょ、はい、会社の中に社長は一人しかいないから比較できない、はい、そこでまあ大体勉強しない社長は資本かぶるわけ、はい、なるほど。特にあの2代目の人が多いね、はいはい、でまあ資本金なんてまあ2000万とか1000万とか、まあ、3000万もないのにもう大資本かぶってね、はいはいはい、で A 車に乗る、まあ大体バカ2代目がおんのよまあ大きい声で言えんけどねこういう人がもうサッカーを起こすともう組織はガタガタ、はい、うん、で私の本を読んでいただいて、はい、うちで出しておる教材を買っていただくとバッチリきますからね、はい、ここでご覧になっている方はすぐ電話なさってくださいよ待ってますよよろしくお願いしますありがとうございます。まず最初に今から独立を考える人ね、はい、で今から独立を考える人は第一番になすべきは今担当しておる仕事で30人中一番ぐらいになって、はい、そして会社にある程度やっぱ恩返しをすること、はい、で会社に対してそれだけのことをやって、はい、その仕事を通じて自分の腕を磨くと、はい、そういうことですね、はい、ですからやっぱ30人中一番ぐらいになる努力をする。そして独立するにあたって何が必要かというのをちゃんとメモに書いて、はい、でそれを計画的に、まあきちんと準備していくということですね、はい、でこれをやった後で独立する。うん、それで、まあ、今の勤めておる会社に、まあ、その
まあ、お返しもしてない、はい、で赤字社員で独立してね、はい、で儲けだけその欲しいと、そういう欲の深いことを言っちゃいかんですね、はいはいはい、まず恩返し、恩返し、うんうん、これはもう自分が社長の立場に立ったらどうなるかっていうのを考えてみれば分かるのね、うん、はいはい、まあ、そういうのが分からんのがいいね、この頃。あ、なるほど、社長になる前に自分が社長になったら、うん、社員にどうしてほしいかっていうのを実行すると。そうそう、同じことやからね、うん、そうですね、うん、それからまあ社長になってまあ5年以内ね、はい、あるいは7年以内の人はまだその競争相手の社長から見るとまだまだ修行中だから、はい、まあ、修行中という心構えがいる、うん、でどういうことを勉強すべきかということを決めてね、はい、まあ社長になって7年ないし10年までは休日の7割を勉強日と決めて、戦略の勉強日、そして1日6時間、で大学受験を控えた高校生ぐらい熱心な気持ちでね、あの経営戦略の大事なところやっぱ勉強していかないと、うん、で最終的に競争相手が100社あったらその10番以内に入らないと黒字が出ないんです、現在ね。で日本の場合は知識型ビジネスが圧倒的に多くなってるから、はい、だからやはりその知識のストック、はい、それも百科事典に載っとるような単なる過去の知識ではなくて、はい、経営に応用できる実践的な知識ね、はい、それを、ずっと勉強してやっていく、ですから1年間に今は休みが100日ぐらいありますからね、はい、その中の7割はまあ1日に6時間、うん、こういった熱い辞書を横に置いて、はい、それからあるいはランチェスター経営で開発しているテープを横に置いてですね、はい、そしてじっくりこう勉強すると、はい、そういうことをねやっぱり 7,8 年しないといい社長になれない。なるほど、社長にもやっぱりそのレベルというか、うん、やっぱり勉強しないとレベルが高まらないということですね、うんうん、ところがね、はい、悪いことにそのそういった勉強は何にもしないでそのスススーと分かる人がたまーにおるの、はい、でこれ1万人に1人おるんです、こういう人が。こういう人毎日の人と言うけどね、でテレビに出たりね、はい、本に紹介されたり、はい、まあ、いろんなとこでこう雑誌なんかにも紹介されるのはみんなこの毎日の人、はい、特別才能がある人が紹介されるわけ、はいはい、でそういうその特別才能がある人の本をずっと読んどるうちに、はい、ん、これは俺のことかと、ああ、こう思うことが大体錯覚の始まりね。なるほど、自分は天才でもないのにその天才の真似をして、そして大失敗する、はい、こういうの天才バカボンとか言うらしくてねで注意をされてもまだ分からんの、はい、これをなんか元祖なんとかって言うらしいよ人に聞いたところはね、うん、なるほどですね。だからまあね、はい、独立なさって7年、はい、もしくは10年までは、はい、まだまだ修行の身、はいはい、そこで休日の7割から8割、はい、じっくり学生さんに負けないつもりで勉強して、はい、そして腕を高めれば将来は明るい、はい、ぜひこのルールを守って頑張ってください、はい、武田社長、本日はお忙しいところありがとうございました。